ロシアがウクライナへ侵攻を始めてから10ヶ月が経過しようとしている中、世界では様々な変化が起こっています。日本においても北方領土に関心が高まっており、自民党の高市政調会長は実効支配を行うべきだと発言しているようです。もはや中国の尖閣諸島への領海侵犯は話し合いで解決するのが不可能なところまで来ていると判断したようですね。さて、今回はそんな尖閣諸島に工作物を設置する件について詳しく解説していきます。2022年3月9日、日本固有の領土である沖縄県石垣市の尖閣諸島について、自由民主党の高市早苗政調会長について語っており、その中で、領有権を主張して、海峡局の公船を幾度となく侵入させている中国に対抗する意思を示した。具体的に、高市政調会長は、尖閣諸島が実効的に日本の領土であることを示す工作物の設置、あるいは何らかの形で日本の施政権が及んでいることを明確に示すことが非常に大切であると主張しており、言葉だけではなく行動に移すことを訴えかけている。また、ロシアや韓国が同様に日本の領土の領有権を主張する様を例に挙げ、長年実効支配され続け、国際法的に相手国の領土と認められてしまう。これらの領土を武力で奪還することは憲法上認められていない。取られてしまえば終わりだと語った。実際、ロシアは太平洋戦争終戦時に北方領土にロシア人を送り込み、住民として定着させるばかりではなく、軍隊まで常駐させている。韓国に関しても同様で、盗人たけだけしい態度で、島根県竹島に警備隊を常駐させ、実効支配しているのだ。中国の蛮行に対し、自民党内からも対抗の意思が見受けられ、尖閣諸島にヘリポートや灯台を建設し、非政権を主張すべきとの声が上がっており、高市政調会長の発言は、これらを支持する形となっている。加えて、高市政調会長は、非核三原則についても触れており、特に、核兵器を持ち込ませずという原則に対し、有事の想定を、日本とアメリカとの間で共有しておくべきと、指摘した。これは、国家安全保障戦略の改定を政府が進めていることと結びつけ、自民党安全保障調査会において、それらと合わせて、しっかりと議論するべきだと主張している。だが、ここで問題となってくるのが、ニュークリアシェアリングと呼ばれる、自衛隊とアメリカ軍の間で、アメリカ軍の核兵器を共有することについてだ。これにも、高市政調会長は触れており、自衛隊法では、ニュークリアシェリングを想定していないため、現状のままでは難しいとの見解を示している。このため、早急に自衛隊法の改正や法整備を行う必要があることを述べていた。これら高市政調会長の講演発言は、インターネット上でも賛同する声が大きい。圧倒的に多かった意見としては、尖閣諸島における施政権の明示を早急に実施すべきというもので、高市政調会長の意見に賛同しながらも、灯台やヘリポートを作るくらいなら、自衛隊が常駐できる前哨基地を建設することが望ましいとする声も見受けられた。しかしながら、尖閣諸島が小島や岩礁で構成されているという環境を考慮すると、自衛隊部隊を常駐させることができても、それは、ごく少数になってしまう。尖閣諸島の中で最も大きな島である魚釣島においても、その面積は 3.82 しかないのだ。過去、実際に魚釣島に
仮設ヘリポートが設置されたことも事例として存在している。これは1980年代のことだったのだが、その際は中国政府に猛抗議を受け、日本は撤去を余儀なくされたようだ。また、2000年4月に右翼団体である日本青年社によって、魚釣島に木造の祠が建設されており、尖閣神社が創設されている。この祠は、日本青年社が魚釣島の2カ所に灯台を建設した際に創設されたものとなっており、灯台の点検整備と合わせて、船舶の航行安全祈願などが行われていたとのこと。このうちの一基である、魚釣島灯台に関しては、日本青年社から、日本政府に、寄贈が行われており、現在では、国有財産としても登記されている。なお、この魚釣島灯台は、海上保安庁の管理の下にあり、海図にも灯台について記載されているのだ。そんな成り立ちの尖閣神社だったのだが、2003年3月24日、日本の領海を侵犯し、ボートで魚釣島に不法上陸した中国人活動家7名の手によって破壊されたことが明らかになった。この7名は、祠を破壊しただけではなく、島内で中国国旗を振るうなどの暴挙に至っており、これに沖縄県警が出動。警察官20名を派遣することで、この7名を出入国管理法違反として、不法入国の疑いで逮捕している。この一件を受けた日本青年社は、魚釣島へ向かい、祠の状況を調べようとしたが、これを、海上保安庁が制止。石垣港から出港することを許可しなかったのだが、日本青年社がこのことについて被害届を提出しており、同時に尖閣諸島に日本の主権が及んでいることを訴えた。その後、2008年頃に祠が壊れていたことが公表されるものの、11年間放置されたままとなっていたのだが、2019年に、ようやく、御祭神、天照大神、日本武隆を、石垣島北西部の石垣市深井に移設、鎮座された。そして、同年の2月17日に、堺神社、茨城県の滑川雄二宮司、朝、峰神社、高知県の野村隆を宮司、多賀神社、長野県の村上則隆宮司により、奉祝祭が執り行われたのだ。このような経緯から、今現在、尖閣神社は、魚釣島には存在していない。しかし、日本青年社が建設し、日本政府に寄贈された灯台や、2000年に尖閣諸島防衛協会が設置した日本国旗の石組みは、今でも存在しており、これらは、尖閣諸島に、日本の主権が及んでいるという証拠となっている。アメリカは、尖閣諸島の領有権について、最終的な判断を下す立場にはないとしており、いわゆる中立の立場を貫いている。実際、領有権をめぐったトラブルに関しては、当事者同士で平和的に解決するように促しているのだ。ただ、尖閣諸島は、1972年の沖縄返還以来、日本の施政下にあり、日米安全保障条約第5条の適用対象となるとの見解は示しているとのこと。しかしながら、今の尖閣諸島は危機的状況にあることに変わりはない。事実、中国の海峡局の艦艇4隻は絶えず領海侵犯を繰り返しており、島に接近する日本漁船や海上保安庁の巡視船に対し、威嚇を行っている状況なのだ。このままでは、いつ、中国側に上陸を許しても、おかしくない状況と言える。さらに最悪なのは、政府自民党内には、親中派と推測されている議員が多数存在していることだ。
現外務大臣もそのうちの一人であり、中国に進出している日本企業などに忖度していることから、中国との関係を保とうとする説も見受けられる。内側に敵がいるような状況は由々しき事態であり、だからこそ高市政調会長が声を上げたように、尖閣諸島が日本の領土であることを示す工作物の設置を可及的速やかに実施するべきである。今回ウクライナの一件でも学んだ通り、核を所持していない国は核を持つ専制主義国に対抗する術がないに等しい。頼みの綱であるアメリカも、世界の警察官と認められていた面影は、なりを潜め、自国を守ることに手一杯の様子だ。忌憚なく述べるのであれば、遠方から助けを求める小国をたやすく切り捨てるような国になってしまったとする声も多い。このことからも、仮に尖閣諸島が中国の手に落ちた場合、安全保障条約が不発に終わる可能性も十分に考慮しておくべきだ。仮に自衛隊法が改正され、法整備が行われたとして、アメリカとのニュークリアシェアリングが実施されたとしても、ロシアや中国が核兵器使用を匂わせるだけで、バイデン大統領は核兵器の提供を取り下げる可能性がある。つまり、日本がアメリカの核で守られていた時代は終焉を迎え、自分の国は自分で守らなければいけないということだ。多くの日本人はこれらのことに無関心であり、危機感を覚えるまでには至っていない現状である。しかしながら、日本が隣接している国の中には、核を武器に自分たちの権益を主張するような二つの専制主義国家が存在しているのだ。今一度、日本人は国防に向き合い、それらの国に対抗する術を国家一丸となって模索するべきだろう。